今日の今旬食材は枝豆です。枝豆は大豆になる前の未成熟のものをさや付きで収穫したものです。アメリカでも栽培され、枝豆という同じ名前で冷凍したものや乾燥したものも売られています。今がまさに旬、この時期枝付きやさや付きの新鮮なものが多く出回っています。栄養士の宮下麻子さんによりますと、枝豆は食物繊維、抗酸化作用のあるビタミン A、B1、C が豊富で、目の疲れ、夏バテ、免疫力アップに効果的です。またタンパク質も多く含まれており、血糖値のコントロールに効果的で、その中に含まれるアミノ酸はアルコールの分解を助けるので、肝臓への負担を軽減させます。今日も秀子コルトン先生に教えていただきます。今日の旬の食材は枝豆なんですけれども、何を教えていただけますか。はい、アメリカでもヘルシーな食材として、豆腐とともに枝豆は注目されてますけれども、今日はですね、クリーミーな枝豆の冷製パスタをご紹介させてください。楽しみです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。材料です。メインの枝豆にアボカド、玉ねぎ、ニンニク、豆乳、チキンブイヨン、エンジェルヘアパスタ、オリーブオイル、塩コショウ、エビ、チャイブです。枝豆のですね、選び方なんですけれども、はい、このように緑色が鮮やかなものを選んでくださいね。色が黒いとですね、ちょっと古いので、それは避けてください。産毛がこういうふうにしっかり入っているものが新鮮です。私よく冷凍されたものを使うんですけれども、あれはもうすでに茹でてあるんですよね。そうです、茹でてあるので便利に、簡単に使えて便利ですね。パスタソースを作ります。熱したフライパンにオリーブオイルをひき、みじん切りにしたニンニクを入れます。背わたを取ったエビを加え、ピンク色になるまで炒め、一度取り出します。そこに玉ねぎのみじん切り、塩を加え、しんなりするまで炒めます。事前に塩茹でして、さやから取った枝豆を加え、さらに3分ほど炒めます。枝豆も炒めるんですね。ちょっと香ばしさを出したいので、豆乳とチキンブイヨンを加え、5分ほど煮詰めます。5分経ったところで火から下ろし、粗熱を取ります。この時飾り用に枝豆を少し取り分けておきます。粗熱が取れたら、フードプロセッサーにアボカドと一緒に入れ、ピューレ状にします。アボカドでクリーミーさ出すんですね、はい、すごい、本当にクリーミーですね。出来上がったソースを冷蔵庫で冷やします。パスタソースを冷やしている間にパスタを茹でます。今日はですね、このエンジェルヘア、イタリア語ではカッペリーニと呼ばれている細いパスタを使いますね、はい、塩を入れて沸騰させたお湯でパスタを2分茹でます。茹でたパスタを氷水で冷やし、水気を切ります。そうめんみたいですよね。ね、本当にこれまさにおそうめん。はい、冷やしておいたパスタソースとパスタを絡めます。なんかでもムースみたいですよね、このソースクリーミーなのに、生クリームもバターも一切使ってないので、確かにすごくヘルシーなんですね。パスタをお皿に盛り、エビ、取り分けておいた枝豆を乗せ、チャイブを振りかけて、クリーミーな枝豆の冷製パスタの完成です。ではいただきます。もうこの見た目が可愛いの、まるでなんかデザートみたいですよね。確かにすごく綺麗。緑とピンクのコントラストがいいですね。ね、本当に。枝豆の香ばしさと甘さがものすごく口の中にふわっと、もうすごくクリーミーで、パスタにすごくよく絡んで、味がしっかり口の中に広がります。やはりアボカドがすごいクリーミーさを増しているのと、
豆乳ともちろん枝豆なんですけれども、うん、甘さが豆乳に含まれているので。なるほどね、豆乳の甘さですね。で、すごく洋風なお料理なんだけど枝豆だからかな、なんかすごく懐かしい感じがします。本当、うん、あの細いパスタ美味しいですね。食べやすいですよね、うん、食べやすい。私は枝豆これまでこう形を残した状態で食べることが多かったんですけれども、これは本当に新しい形のレシピを紹介していただきました。枝豆も本当いろいろなあのスタイルであの調理できますの で色も綺麗なので、あのおもてなしの時とかぜひ利用してみてください、ね、本当に見た目も可愛らしい素敵な一品でした。ありがとうございます。ありがとうございました。